今日は応援ありがとうございました。そうですね、まあ、ちょっと、まあ、1ラウンド通そうかなと思ったんですけど、いろいろ試したい技とかもあったんで、まあ、2ラウンドまでかかってしまったんですけど、まあ、対戦してくださったコーナー選手ありがとうございました。まあ、この後、まあ、ヒデさんに続いてせいやがグレスト勢で僕含め3人で続くんで、しっかりド派手な KO を見せてくれると思うんで、最後まで楽しんでいってください。まあ、皆さんが多分聞きたいのは6月のことだと思うんですけど、まあ、僕は対戦表明ずっとしてもらってるんですけど、まあ、本当に僕は誰でもいいんで、お、まあ、決まった相手、まあ、名前を挙げるなら海人選手は、ずっと SB の海人選手ずっと僕の名前言ってくれるんですけど、まあ、僕は誰でも受けて立つんで、決まったらぜひ会場まで応援に来てください。まあ、僕の一個前にねえ、まあ、やってましたけど、まあ、僕に、ね、トーナメントで、まあ、あんな無様な姿で負けて日本人最後の砦とか言ってるんですけど、まあ、勘違いしてんじゃねえぞと、まあ、僕は思うんで、まあ、向こうは僕のことずっと目指してるって言ってるんですけど、まあ、僕はこんなところで止まってる必要もないと思いますし、僕は世界で戦っていきたいんで、まあ、日本人どうでもいいっす。以上です、ありがとうございました。言い放ちました野入雅昭、その言葉にかっこいいという声が多く飛んでいた代々木第一体育館です。松田さん、今の声どういう風に聞きました？まあ、まだまだですね、野入の眼中に安保はないということですね。まさに日本人最強はこの男です。完全無欠野入雅昭、大乱闘1分47秒完勝でした。